見つけたぞ。プー、一体何をしてたんだい？僕はね、大切な約束をした誰かを探しに来たの。その誰かは見つかった？どこにもいないんだ。どこに行っちゃったのかな？プー、無事でよかったぜ。うん、でも痛いよ、ティガー。怪物に食われるよりマシだろ。そうか、わかった。誰かさんは怪物に食べられちゃったのかもしれない。どうしよう。ねえプー、その誰かさんって空のことじゃない？怪物の声だ。違うよ、これは君のお腹の音だろ。お腹が減ったんだね。そろそろ家に帰ろう。そうだね、ソラ。プー、今、俺の名前。なに、ソラ。プー。僕はいつもの元気なソラが好きだな。うん、わかった。お腹が空いて動けなくなっちゃうよ。よーし、早く帰ろう。